皆さん、セパレートまつげって知ってますか？こんにちは、池田しおりです。みさきです。はい、今日は、ビューラーを使って綺麗にこうセパレートまつげ綺麗に上がるやり方、ちょっとすごい簡単なんですけどのコツを今日は紹介しています。意外とまつげくじゃなくて自まつげの方も多いと思うので、まあ、マスカラの塗り方も紹介してるんですけど、まあ、ぜひ動画を見て参考にしてみてください。では動画スタート。ピューラーをドライヤーで温めていきます。顎を少し上げます。上まぶたを少し上に引っ張り、根元にぐいっと押し付けて根元をしっかりビューラーしていきます。徐々に力を抜いてカーブを作っていきます。目尻側をやっていきます。まぶたを持ち上げて同じく根元からぐいっと挟みます。次は右上の方向に抜いていきます。目頭側もやっていきます。しっかり根元を挟み左上に抜いていきます。カールをキープさせたいので下地を塗っていきます。カーブしてる内側の部分を使って塗っていきます。根元からたっぷり毛先に向かってつけていきます。その時に少し横にゴシゴシしながら塗っていくと綺麗に塗れます。マスカラを塗っていきます。まず根元の下から塗っていきます。しっかり根元につけて、この時も少しこするように塗っていくと綺麗につきます。で、少し下地の白いのが残っているので次にまつげの上からも塗っていきます。この時は毛先中心で大丈夫です。細かい部分はブラシを縦にしながら塗るとやりやすいです。Thank you.